はいでえー、なぜ私がねこの底につけるタイプの、えー、ストラップを買ったかなんですけども動画撮る方はわかると思うんですが、えー、ステディカムとかねスタビライザーとかああいうものを使う時にストラップがあるとあれってすっごい微妙なバランスで保たれているのでストラップがあるとちょっとストラップが前に行ったりとか長さが微妙に変わったりするとすぐねバランスが取れない。 いいので、えー、まあ何もない状態の方がねバランスが取りやすいのでストラップがねつけられないんですよつけられないつけられないんですねはいはいなぜ私がこのね穴タイプのストラップを買ったかなんですが動画をね撮る方は分かると思うんですが、えー、ステディカムとかスタビライザーをねつけて動画を撮ろうと。 するときにここにストラップがねついちゃってると、えー、バランスがね取れないんですよバランスが取れないっていうことはスタビライズとか使えないんですここにストラップがついちゃってるとなのでストラップはつ、えー、けれないでもストラップがないと普段ね写真とか撮るときに結構心配やっぱりね落とす可能性が出てくるでその ことを叶えるストラップというとこの底のねネジ穴にくっつけるストラップじゃないとすぐ外してスタビライザーを使うすぐ外す,すぐつけて、えー はいえーね、なぜ私が今回こういったねネジ穴タイプのストラップを使ったかっていうと動画を撮られる方は分かると思うんですが、えー、スタビライザーとかねステディカムを使う場合ストラップが付いてるとここにね、えー、すごい不安定でスタビライザーとステディカムが使えないんですよでも、えー、とあの使いたいスタビライザーとかも使いたいしストラップも付けたいっていうとここがねすぐ外してすぐスタビライザー使ったり 普段はここにはめといて、えー、ね、ストラップでたすき掛けにして持ち歩くってことが可能なので、今回こちらをね、買いました。ま,あ、ねまだね、仕様は使ってないのでそこまでわからないんですが、えー、これからね、どんどん使ってまたね、後日、えー、感想でも動画を撮りたいと思います。それでは皆さん、良い一日を